Rallies。 皆さんこんばんは、ラリーズ編集部の山下です。今回は同志社大学の時に全日本5位の実績を持つ浅田さんを取材します。今は本業で仕事をしながら副業で卓球コーチをしており、すぐに予約が埋まるほどの人気コーチとなっています。副業として卓球の仕事をするのはどういうものなのかを伺いました。取材場所としてケアリッツ卓球場をお借りしてます。ありがとうございます。今回は浅田さんにレッスンもしてもらいましたので、最後にその様子を紹介したいと思います。まずは副業コーチのルーツを探るべく、希望が丘高校、同志社大学と強豪校で過ごした学生時代について伺いました。結構苦しい思い出がたくさんあったんですけどでも周りの選手はめちゃめちゃ強い方が多かったので練習させてもらって、でついていくのに必死だったけど、頑張ることで球上達できてよかったなっていう、その経験が私の卓球人生を割と変えた感じもあってよかったなと思ってます。何が一番苦しかったっていう、今はちょっと違うんですけど、当時は練習場の下に寮があって、夏休みとかだと朝ランニング行ってで練習して、そのまま寮の中でご飯食べて寝る、それが毎日繰り返されてなると、外に出るのもランニングとゴミ出しとみたいな感じだったので、その辺はもう卓球ずくめでめちゃめちゃいい環境なんですけど、きつかったなその卓球人生を変えたというか、そういう面だとやっぱ強くなったっていうところが大きいところですか。めちゃめちゃ強くなれたんじゃないかなと思います。周りが前田美優さんとか小永美子さんとかめちゃめちゃ活躍されてる方たちばっかりで、その人たちの卓球してる様子とか体の使い方とか見ながら、どうしたら自分もできるかなってちょっと研究してみたりとか、あとはシンプルにもうボールに何本も何本も食らいついていくことで徐々に強くなれたかなと思います。別にやめたくはならなかった。ああ、やめたいって思ったの何回もあるんですけどでもやめても私には卓球しかないってことで卓球を頑張ってたって感じです。ぶっちゃけた話になっちゃうんですけど、卓球ずっと続けてたのも大学進学を目標にして続けてて、家が、まあ、京都で近くに同志社もあるんで、まあ、同志社目標に、でそうなった時に勉強よりも卓球の方が頑張れそうだなと思って、それで卓球選んでって感じで、で同志社に入りました。同志社の時は多分希望が全然違う生活だと思うんですけど、そうですね、実家から電車2分ぐらいのところに大学があるので下宿できずで、やっぱ家族と過ごす時間が増えてよかったなっていうのはあります、うん、あとは結構バイトをたくさんやって、卓球場を3つか4つぐらい掛け持ちして卓球のコーチやったりとか、なので卓球しかこれまでやってこなかったけど、卓球やってない子たちとも友達になったりとかして、うん、いろんなそんな話聞いて、あ、いろんな世界があるんだなって思ったって感じです。卓球を教える経験もそうだし、卓球界の人と触れ合うこともあって、なんか今の本業プラス副業卓球みたいに繋がってるんですけど、めちゃめちゃ繋がってて、進路決めるときに卓球するか卓球やめるか最初2択で考えてたんですけど、卓球のプロチームだったり実業団さんからこうお声掛けいただいたりもしたんですけど、でもやっぱり普通に社会人として仕事を経験してみたいなとも思うし、本当に決めれないなみたいな状況になった時に、あれどっちもやればいいんじゃないかなってある時思って、それで副業 OK の会社を狙って就職活動してました。卓球一本で行くっていう線はもう捨てたとか。あ、そうですね、最初すごい魅力的に思ってたんですけど、やっぱ怪我した後とか選手を続けられなくなった時に生きていく術がないと不安だなと思って、それで諦めました。続いて浅田さんには安定した本業を持ちながら副業を行うことのメリット、デメリットを伺いました。本業はじゃあ月金で普通に働いて。そうですね、エンタメ系のメーカー、そこで人事で新卒採用を担当して。想像してた通りの今働き方なんですか。想像してた以上に周りの方たちの支えでうまくやれてます。卓球コーチだけやってでもよかったなとか思います。卓球コーチだけの道もいいと思うんですけど、本業でやってることでなんかいろんなスキルとか、卓球だけやってたら絶対身につかないようないろんな経験とか、それを副業にめちゃめちゃ生かしてるんで、まあ、逆もしかりで副業でやってることが本業にすごい生かしたりもするんで、これは本業と副業を両方やってる人ならではなのかなみたいな。どういうことが例えば
行きますか。今本業で新卒採用をやっているので、まず新卒をやっているよっていうことを学生に認知してもらわないといけないんで、そのための採用広報みたいなところはすごいレッスンの広報活動もできるし、で採用 の, この募集して申し込みしてもらってみたいな、そのフローもすごいレッスンの仕組みを作る上で活かせてます。そういう働き方することで感じる良さみたいなの、相乗効果があるっていうのも一つだと思いますし、あとは本業があることで心にゆとりが持てるっていうか、副業でもしダメになっても本業があるしっていう感じで、割と副業でまだ誰もやったことないことにチャレンジできたりとか、ちょっと失敗してもいいかなぐらいの気持ちで思い切って行動できるっていうのはでかいかなと思います。いや、そうです。そうなんですね。これが本業になっちゃうとちょっと守りに入っちゃいそうな感じがして、今あんまり考えることなく逆に埋まりすぎて自分が忙しいみたいなのは特にデメリットには感じないですか。全然忙しいっていう意識がなくて、副業の特にレッスンはめちゃめちゃ楽しくて、本業だと結構自分ができないことあったりとか、こうへこんだりすることもたくさんあるんですけど、でめちゃめちゃ仕事も結構忙しい時忙しいのできつい時もあるんですけど、副業のレッスンやることでそのストレスが自分自身発散できたりとか、すごい自分の役に立ってるなっていうのが肌で感じられて、逆にそれがあるから本業が頑張れるみたいな感じで、いい感じです、はいはい、逆にないともう本業で精神が持たないんじゃないかみたいな副業コーチとしても人気を集めている浅田さん、今後はどう活動していくのでしょうか。いつまでこういう働き方で行こうとかってあるんですか。いやー迷ってますね。とりあえず今副業で自分がやりたかったことをやってる感じ で、うん、でまだやりたいことはいっぱいあって、イベント企画したり、コロナが収まってきたら飲み会イベントしたりとか、あとは試合も開催したいし、で東京に越してきたんで自分のクラブチームとかも作っていきたいし、やりたいこといっぱいあるんですけど、やっぱ副業って範囲なんで、うん、全然手が回らないので、でも副業のウェイトを大きくすると不安も残るしなみたいな感じで、ちょっと今迷ってます。今年の展望は何ですか。今年は今年の展望はアパレルの品数をもっと増やしていきたいなっていうのはあるんですけど、あとはもう一個ぐらい新しいことやりたいなと、コロナにはよるんですけど、やっぱ試合開催してみたいですね。最後に実際にレッスンを受けてみました。ボールがラインに収まりやすい、試合とかで力が思ったよりも入っちゃった時にもラインが収まりやすいかな。なので後ろからバチッて当てるというかは、ボールに対してラケットにボールが当たったのを感じてから左の方に振っていく、でその時にフォア面を相手に見せるようにしてあげると結構回転がかかるかなと思います。打った後フォア面が下向いたりとか、自分の方を向くことも結構なりがちなんですけど、相手の方に見せてあげる、かつインパクトの時にちょっと肘を上げてあげると、それがやりやすいかなと思います。え、バックスイングの時は 何もしないんでしたっけ。ほぼ引かない。最初は引かないで、かないの回しに入ってから、ああ、OK、 でそれが
行けるようになったら肩甲骨を少し引いて、これがもうバックスイングになるので、そこから横に引き上げるとリズムが減るかなと思います。なるほど。下がるんです。なんか本当は自分がドライブしてるのを見ても、うん、ラケットの先端の上になってるんですけど、でもイメージとしてはこうだよね。じゃあイメージこうやけど やってたらこう自然な。なるほどなるほど。浅田さん、お忙しいところ取材ご協力ありがとうございました。
レッスンまでしていただき、充実した取材となりました。浅田さんの出身大学である同志社大学卓球部の潜入動画も上がっていますので、ぜひご覧ください。レッスン習ってみた企画についての感想もコメントでお待ちしております。チャンネル登録や高評価も励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 Rallies